結婚後、態度を表変させ、一致を召使いのように扱い始めた夫。止めのアポなし訪問も始まり、我慢できなくなった一致は離婚を決める。すんなりと離婚は成立し、さっぱりしたと思ったが、なぜか夫は一致に執着し続けた。自分勝手な要求を続ける元夫に、一致とその家族の反撃が始まる。その結果、元夫と元止めに訪れる現実とは。離婚後も私に家事をさせようとする元夫。速攻で再婚要求を断った結果、元夫が離婚という概念を理解しない人でね。離婚という概念というか、現実じゃないのか？なんでそんなことになったんだ？ちょっと話を聞いてほしい。そして私がおかしいのか判断してほしい。面白そうだから詳しくありがとう。元夫と知り合った時、彼はバツイチだった。性格の不一致が理由で別れたと聞いていた。付き合ってた頃の彼は優しくて、エスコートも完璧。私の意見をきちんと聞いてくれたし、理解を示してくれていた。止めも、口数は少ないもののいつも笑顔で、優しそうな印象だった。そんな感じで、付き合って2年ほどで結婚した。すると、夫が表変したんだ。突如亭主関白になり、縦のものを横にもしなくなった。喉乾いたんだけど、言われる前に飲み物準備するもんだろ？とか、リモコンは俺が使いやすいように常に俺のそばにまとめておけよ。とか、喉乾いたんなら自分で好きなもの飲めばいいし、リモコンなんて大体決まったところに置いてある。その時によって違う場所にいる夫に、どうして合わせなきゃいけないのか。おまけに、俺が帰ってくる時間に合わせて夕飯を作っておけ。作り置き？俺は出来たてが食べたいんだよ。と、毎日のように言うのだ。私だって働いているし、帰宅時間はなんなら夫の方が早い日もあるくらいだ。なのに夫は物理的に無理な要求をしてくる。私がそう反論しても。なら仕事辞めればいいじゃん。だいたい俺は一致が仕事することに反対なんだよ。確かに、私の仕事に関しては、結婚前に夫と止めに、やんわりと辞めてはどうかと言われていた。が、私は仕事にやりがいを感じているし、辞めるつもりはなかった。私がそう話すと。そうか。俺は一致が好きだから、一致の意見を尊重しようと思う。でも辛かったらやめてもいいんだってことだけ、覚えておいてほしいな。そう言ってくれてたのに。そのうち、止めからの嫌味攻撃も始まった。夫が合鍵を渡したらしく、突然家に入り込む止め。そして部屋のあちこちを勝手に見て回る。一致さん、ここ埃が溜まってるわよ。まったく、掃除もろくにできないの？と、普段使わないような場所の埃を払ったり。一致さん、この料理少し味付けが濃すぎるわ。こんな体に悪いもの、あの子に食べさせないで。と、出来上がった料理を全部捨ててしまったり。そして、本当に何にもできないのね。ご両親はどんなしつけをしてきたのかしら。子供のしつけもできないような無能なの？まあ、あなたを見ればわかるけど。と、私の両親の悪口まで言い始めたのだ。これには私も腹が立った。おそらく夫の離婚の原因の一つは、止めの子の嫌味攻撃だったのだろう。止めは、結婚するまではおとなしくしていただけだ。結婚して1年ほどは、私もなんとかできないかと思って、いろいろ夫に伝えていた。しかし、あまりの変化のなさ、夫の無理解に、ついに私の不満が爆発。大喧嘩になってしまった。結婚後に態度が表変したこと、最初に決めた家事分担も守ってくれないこと。それどころか全ての家事を私に丸投げし、ことあるごとに仕事を辞めろと詰め寄ること。結婚前に言ったよね？私は仕事辞めないって。私の意思を尊重するって言ったのは嘘だったの？止めに勝手に家の合鍵を渡したこと、その止めがアポなしで家に来ること。止めが家事に口出しすること、挙句私の家族の悪口まで言うこと。止めさん、私の親の悪口言ってるよね。辞めさせてって何度も言ってるじゃない。初めて声を荒げて反抗する私。しかし夫は心外そうに。結婚したら仕事辞めて、家のことを完璧にするのが女だろ？そのくらい察して動けないとかとんだ不良債権じゃん。それに俺が家事？俺は男だぞ。やるわけないだろ。当然わかってると思ってたのに、母さんが言うように、やっぱりお前無能なんだな。母さんが来てくれてるなら好都合だろ。きっちりしつけしてもらえよ。あ、そういえばお前、今母さんの悪口言ったろ。俺の親なんだぞ。謝れ。と、まるで話にならないのだ。そのままの勢いで離婚。当分結婚はいいや、仕事に生きよう。そう思ったのだが、離婚から半年後、元がついた夫から電話がかかってきた。よう、久しぶり。そろそろ俺に会いたくなってきたんじゃない？どうしてもって言うなら、予定空けてやってもいいけど。はぁ？何言ってんの？とりあえずそれだけ言ってガチャ切りした。あんな別れ方をしたのに、本当に何言ってんだ？暇だったんだろう、気の迷いだろう。そう思っていたんだけど、それからちょくちょく、元夫からの着信が履歴に残るようになった。あれ以来一度も出ていないが、気持ち悪いし、少し怖くもあった。だから元夫の番号を着信拒否にしたんだが、すると非通知の番号からかかってくるようになった。だんだん頻回になってくる非通知番号に恐怖を感じ、非通知自体を全部着信拒否。これで静かになると思いきや、今度は全く知らない番号からかかってくる。これも全部無視していたんだが、ある時タイミング悪く、出てしまったんだ。正体は元夫だった。ヘラヘラと話しかけてくる。ようやく出たな、俺をじらすつもりか？全然効果ないけどな。お前が俺のことまだ好きなことくらい、わかってるからさ。お前の気持ちは受け入れてやるよ。離婚のこととか、喧嘩のこととかは許してやるから。その代わり、これから毎日家に来て家事をしろ。掃除も洗濯も、料理もだからな。は？意味わからん。だから、また俺と結婚しろって言ってんの。専業主婦で楽させてやるから。また大好きな俺と一緒に暮らせて、俺に尽くせるんだぜ。幸せだろ？3食昼寝付きが保証されるんだ。全く女は働かなくていいから羨ましいわ。これは、プロポーズ、なのか？だとしたら、あまりにもお粗末じゃないか？これで結婚したいと思う人がいるのか？大体私は仕事が好きだし、専業主婦になる気はない。そのことは前の時にも散々言ったつもりだが。まあ、元夫は私の言うことなど、聞いてなかったということだろう。私を理解しようともしていない。ついでに言うなら反省もしていない。それだけは分かったので、当然反論。私は仕事が好きだし、辞めるつもりもない。そのことは前も言ったけど、覚えてなかったんだ。あんたのその男尊女卑な考え方も腹立つし、上から目線も気に入らない。着拒しても、別の番号からかけてくるのも気持ち悪い。あんたとの再婚はありえないから。二度目のガチャ切り。腹立たしいことこの上なかった。それから知らない番号は出ないようにしてたんだけど、ふと気づいた。知らない番号、いくつもあるな。元夫だけで、こんなに番号持てるか？不審に思った私は、試しにその番号のうちの一つを、検索にかけてみた。すると、とある会社の営業番号が該当したのだ。その他のいくつかの番号も、検索に上がってきた。その会社とは関わり合いがなかったし、あまりにも頻回だったので、私は警察に相談した。履歴の多さに驚いた警察がその会社に連絡してくれ、事情を説明してくれた。会社の方でも驚いていた様子で、きちんと調査してくれるという話だった。話の流れで私に謝罪したいということで、直接話もさせてもらった。丁寧に対応してくれて、これならしっかり調べてくれそうだと感じた。その後、怪しい電話はピタリと止まった。調査に進展があったのだろう。そう思って安心していたのだが、3日後、突然元夫が家を訪ねてきたのだ。お前何余計なことしてんだよ。お前のせいでクビになる。いきなり来たと思ったら、どういうこと？お前が、警察に相談なんてするから、電話の件でクビにされそうなんだよ。そもそも夫婦の問題なんだから、警察に言うとかおかしいだろ。お前が俺の電話に出ないから、会社の携帯で電話するしかなかっただけなのに。俺の電話に出ないお前が悪い。なんとなく察してはいたけれど、いろんな番号で電話してたのはやはり元夫だった。元夫は私と離婚後、この会社に転職したらしい。私が元夫の番号も非通知も着信拒否していたから、会社の営業用携帯でかけまくっていたのだ。だから複数の番号からかけてこられたのか。納得すると同時に、改めて恐怖が湧き上がる。元夫の私に対する執着が怖くなったのだ。しかも、クビにされそうなのは自分のせいなのに、私が悪いという元夫。全く意味がわからない。私は冷たく突き放した。何言ってんの？悪いのは自分じゃん。私関係なくない？大体私たちもう離婚してるんだよ。夫婦じゃないの、他人なの。わかったらさっさと帰ってくれない？そんなこと言うなよ。寂しくなるじゃんか。今度は泣き出した。泣き顔を見ても気持ち悪いとしか思えない。めんどくせえと思って何も言わずにいると、今度は何やら弁明をし始めた。一致と離婚した後、別の女の子と付き合い始めて、実家で一緒に暮らし始めたんだ。一致と違って家庭的な子だったから、今度は母さんとも仲良くやってくれると思ったのに、また母さんのせいで破局しちゃって。涙目で私を見上げる元夫。母さんの嫌味に一番耐えられたのはイッチなんだ。だから、もう俺にはイッチしかいないんだよ。なあ、イッチも俺しかいないだろ？イッチのわがままに付き合えるのは俺くらいだもんな。俺のために、母さんの相手してやってくれよ。そうすれば何もかもうまくいくんだからさ。少し前の塩らしさが嘘のように、そんなことを言い出すもとっと。その自分本位な考え方、物言いに、ものすごく腹が立った。あんたの新しい彼女の話とかどうでもいいわ。母さんの嫌味って、それが問題だってわかってる？一番耐えられたのが私って、だから何？我慢できないから離婚したんですけど？大体その言い草、仮にも復縁要求する相手に言う言葉？言っとくけど、あんたと復縁なんてありえないから。上から目線なのもムカつくけど。私がまだあんたを好きだと思ってんのもムカつく。私の感情を勝手に決めつけんな。あんな態度しといて、よく俺のこと好きだろとか言えたね。勘違いも甚だしい、さっさと帰って。すると夫は、その場で膝をついた。土下座謝罪でもするのかと思ったら。俺だって被害者なんだ。母さんが全部悪いんだよ。俺は悪くないのに。そのまま泣きながら自分語りを始めた。4年前に付き合ってた子は、母さんが別れろって言ったから別れたし、その次の子は、母さんと大喧嘩して別れた。1年前に付き合ってた子は、母さんのことが大嫌いで、母さんと関わらないなら関係を続けてもいいけど、そうじゃないなら別れるとか言うし。俺、母さんのせいでこんなに苦労してるんだよ。これで俺も被害者だって分かってくれるだろ？へえ、1年前は私と結婚してましたけどね。私の冷たい声に、自分の失言を自覚したらしい。いや3年前の話。私と付き合ってたよね？視線が泳ぎ、額に汗を浮かべる元夫。一つ息をついて、私は告げる。正直に言ったら、さっき言ってたことについて考えてもいいけど？ほんと？そうです。浮気してました。あっさり認めた。あれこんなに頭悪かったっけ？内心あっけに取られる私と、ベラベラ喋る元夫。母さんがあんなだから、補欠としていろんなこと付き合ってました。やっぱり自分のことしか考えてないんだなと、呆れ果てた瞬間だった。元夫は期待に満ちた目で私を見つめていた。ふむ。親子で娘にあんなことをした上、君は浮気までしていたんだな。呆れて何も言えない私に代わって、奥で話を聞いていた父が現れた。離婚の経緯については両親に全て話してあるので、当然ながら父は元夫に大激怒。イッキー、今の会話、全部録音しといたから。笑いながら私に携帯を振ってみせる母。しかしその目は笑っていない。二人とも、私のために怒ってくれているのだ。こんな場面だが、嬉しくなってしまった。録音？なんで？浮気の自白でしょ。これで慰謝料請求できるね。一泊置いて理解した元夫は慌てて私に詰め寄る。慰謝料請求って、さっき許してくれるって言っただろ。考えるって言ったんだよ。まあ今の発言聞いて許せるわけないけど。お前俺を騙したのか。何言ってんの？浮気してるわ反省してないわ。そんな態度で復縁してもらえるわけないじゃん。俺はイッチが許してくれるって言うから、浮気のことも正直に話したのに。男が頭を下げたんだから、女は笑って許すもんだろ。男だろうが女だろうがダメなもんはダメだし、そもそもその男尊女卑が受け入れられない。いい加減自分に原因があるって認めたら？俺が悪いって言うのか？そんなはずない。もしかして、お前が彼女に何か吹き込んだのか？俺に新しい彼女ができたのが悔しくて。だから彼女は出て行ったんだな。被害妄想を繰り広げる元夫。このままじゃ危ないかもしれない。そう思った時、母が呼んでくれた警察が到着。暴れ出しそうだった元夫を連れ出してくれた。元夫はその後警察でみっちりを説教されたらしい。後日パトロールに来た警官が教えてくれた。私はその後、弁護士を挟んで元夫に慰謝料を請求。この時点で浮気女についての情報はなかったのだが、浮気女について話してくれれば、慰謝料の金額を下げてもいいと言ったら、元夫は聞きとして情報提供してくれたらしい。どこまでも自分本位。まあおかげで浮気女にも慰謝料請求できたのだが、驚いたのはこの後だった。なんと、慰謝料請求に怒った浮気女が、元夫と共に家に突撃してきたのだ。私は未婚だと思ってたんです。私もこの人に騙されたんですよ。んなわけないでしょ。あなた、結婚前からの元夫の友人ですよね？元夫からの情報。それに基づき、弁護士さんが手配してくれた調査書。その中にあった浮気女の写真に見覚えがあった。過去の写真を漁ってみると、結婚式の二次会の写真で浮気女を発見した。というわけなんで、結婚を知らなかったとは言わせませんよ。二人に慰謝料を請求する意思は変わりません。お引き取りください。いや、俺はイッチが許してくれるまで帰らないからな。は？迷惑。俺だって被害者なんだ。イッチが許してくれなきゃ帰らない。子供かよ。うんざりだわ。とにかく私の意思は変わらない。二人には必ず慰謝料払ってもらうから。ちょっと、私はこの人に騙されてただけなのよ。払う義務ないよね？俺は騙してないぞ。何言ってんのよ。専業主婦で楽させてやるなんて、あのババアと一日中一緒にいるなんて絶対無理。体のいい家政婦じゃん。あんたの母親やばいって。母さんだって、そうやってしつけてもらったんだよ。それをお前に返そうとしてるだけだろ。受け入れてやってよ。無理無理無理。毎日ネチネチ言われて、受け入れるとか絶対無理。嫁と姑なんてそんなもんだろ。大体さ、なんであんた私の気持ちを分かってくれないの？ババアに散々いびられた挙句、慰謝料払わされるってマジ最悪。嫁と姑なら姑の方が偉いんだから、黙って言うこと聞いとけよ。ていうかお前さっきから、母さんのことババアって言ってるだろ。俺の親なんだからもっと大事にしろよ。よそでやれ。うちの玄関でやるな。ねえ、それまだここでやる？警察呼んでもいいんだけど。確かあなたの会社、コンプラ厳しいんじゃなかった？なんで会社まで知って。私の言葉を聞いて、青ざめる浮気女。私が色々情報を握っていることは分かったのだろう。元夫も2度目の警察はさすがにまずいと思ったのか、二人してそそくさと帰っていった。数日後、元夫が慰謝料の支払いに応じたという連絡が、弁護士から届いた。浮気女はまだごねているらしかったので、私は準備済みの追撃をかけた。浮気の証拠を彼女の会社に送付したのだ。効果はてきめんだった。コンプラが厳しいというのは本当だったようで、首同然で会社を辞めたそうだ。浮気女は慰謝料を払って貯金がなくなり、実家に帰ったらしい。事情を知って激怒した両親監視のもと、現在は実家の農家を手伝っているという。ネイルとかメイクとかしっかりやる人だったから、農作業はかなり辛そうだなと思った。元夫は慰謝料のことで止めと喧嘩になったようだ。元夫は止めに認めてもらえるような女性を探して、同時進行で複数の女性と交際してたから、そもそも貯金なんてものがなかったのだ。そのため借金をする羽目になったんだけど、実家を売る売らないで止めと大喧嘩。今までの悪用もあって、当然会社はクビ。かなり答えているようだ。そんな元夫から、先日ロミオメールが届いた。イッチと別れてから、どれだけ経ったのだろう。イッチのいない世界は、色あせたままです。俺の世界を彩っていたのは、イッチ、お前だったんだ。俺にふさわしいのはイッチ、お前だけだ。今俺の周りにいる女たちは、全く見る目がないんだ。この俺が声をかけてやっているのに、見向きもしない。俺の本当の魅力がわかるのはイッチ、お前だけ。可愛いイッチ、早く俺の元に帰っておいで。浮気も。この後に及んで私に執着する元夫。携帯の件でも、その執着心はわかっていた。実家もバレているし、どうしようかと思っていたが、このタイミングで、父からの提案があった。実は今、父が転勤を打診されているというのだ。どうしようかと思っていたんだが、いっそ3人で引っ越すのはどうだ？この年で新しい生活を経験できるなんて、ワクワクするわね。明るく話してくれる両親には、感謝しかない。私の心は決まった。幸い転勤先は会社に通える範囲だったし、万々歳だ。こうして私たちは家族全員での引っ越しを決めた。元夫からは未だに私宛ての手紙が転送されてくる。でも、今はもう元夫は私の現在地を知らない。これで安心して受け取り拒否ができる。受け取り拒否の手続きをしてから数日後、元夫が以前の実家を訪れたそうだ。そこはすでに空き家になっていたのだが、元夫はその周りをうろうろし、近所の方に不審者として通報されたそうだ。今回の件を知っているご近所さんが教えてくれた。現在私は、好きだった仕事に打ち込む毎日だ。父も転勤先で頑張っている様子。母は新しい家で家庭菜園を始めた。休みの日に、3人で小さな菜園をいじるのは楽しい。もうしばらく、家族3人の暮らしを続けたい。そう思う私は、どこかおかしいのだろうか。一致オス、満場一致で元夫がおかしい。あと浮気女もな。二次会来てて知らなかったはないだろ。本当にね。私が知らないと思ったんだろうな。いや知らなかったけど、調べりゃわかるっての。親御さんにも感謝やな。うん。この年になっての引っ越しなんて、勇気がいったと思う。本当に感謝しかないよ。この運に報いるためにも、幸せになるよ。結婚した途端本性を表し、一致を家政婦のように扱った元夫と留め。離婚してからも一致に執着したが、一致は家族ぐるみでこれを撃退した。もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルに巻き込まれたらどうしますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに、退去を要求されたのに居座り続けた場合、不退去罪が成立する可能性があります。3年以下の懲役または10万円以下の罰金となるそうです。決して軽い罪ではないのですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。